これまで30年住民の手で育んできた丹波の森、最先端のテクノロジーが生活の隅々まで行き渡った未来社会にこそ、自然、食、工芸など丹波の森の素朴で心安らぐ魅力への憧れやニーズが高まっているのではないでしょうか。丹波の森での豊かな暮らし、それはいつまでも残したい未来へ向けて作っていく私たちの森人ライフスタイル。普段は森のスローライフを満喫しています。休みには森の魅力を丸ごと楽しんでいます。自分時間に森づくりを学び実践しています。その様子を見てみましょう。山からほど近い町や山里の集落に暮らし、木に触れ土に触れて気候風土の恵みを感じながら、山では木を育て、田畑ではブランド農作物を育てています。近くの畑で採れた食材で家族団らんの食事を楽しんでいます。なんといっても近くの里山を散策し、季節の移ろいを感じることが一番の楽しみです。子どもたちは学校から帰ると近くの里山で木登りをしたり、川辺で魚取りをして夢中になって遊んでいます。丹波の森で暮らす、その一番の魅力は身近に里山があること。自然と織りなす豊かな生活には欠かせません。そして見分かれならではの清流の水辺で子どもたちが楽しく遊べるようにして、ふるさとを思う心を育んでいきます。休みには森の魅力を丸ごと楽しんでいます。四季折々のイベントや祭りなどで地域内外の人たちが一緒に盛り上がっています。そして週末に開催されるハイキング、コンサート、木工や水辺のキャンプ、化石発掘体験などの多彩なイベントを親子やグループで楽しんでいます。丹波の森には里山、見分かれ、恐竜化石などの資源があちこちに散りばめられています。森を丸ごとミュージアムにして、その楽しみ方をみんなで共有します。街中や公園で開かれるマルシェやバル、そして農家レストランなどで採れたての食材を味わう、地元ならではの贅沢を楽しんでいます。森のマルシェ、バルを広めて自慢の食材の旬の恵みをみんなで分かち合います。自分時間に森づくりを学び実践しています。社会環境が大きく変わっていく中、新たな森づくりも進んでいきます。少子高齢化が進んでも集落の暮らしを守り抜く必要があります。次の世代へ継承する、新たな担い手を移住・定住で呼び込むとともに、学校や地域で育成していくことが大切です。先端技術を農林業に活用すれば作業を効率化することができるでしょう。大交流時代にあって国外へ発信し、交流を拡大していくことが必要です。笹山、貝原の城下町など歴史的な町全体を一つのホテルにしてもてなすことも大切になるでしょう。丹波の森の暮らしをより豊かにするため、私たちはさらに森づくりを進めていきます。丹波の森づくり30年、これまでの私たち一人一人の取り組みは
地域の自然や文化を守り育て、そして丹波らしい豊かな暮らしを生み出してきました。次の世代の森人を育て、私たちの宝である丹波の森を未来へつないでいく。そのために私たちは一丸となって丹波の森づくりを進めていきます。これからも私たち森人は世界に誇る豊かな丹波の森に育てるため、未来へ新たな種をまいていきます。